はい、どうも、哲学とです。今回もディアブロイモータルやりながら、雑談の方していきたいなと思います。今日はね、ちょっと、仕事の合間を縫ってですね、まあ平日なんですけども、ちょっとね、抜け出して、免許の更新ね、まあ私、ディアブロ4のね、発売日が、まあ誕生日、6月6日生まれという感じなので、まあなんだろう、7月の、なんていうのかな、運転免許って、誕生日の前後、2ヶ月かな、更新できるような感じなんですけど、なんかね、やべえことに更新のハガキをね、どこかに飛ばしてしまいまして、まあそれをね、探すのに、手間取ってたという感じで、まあ今日やっとね、まあ時間と、あとハガキをね、発見してね、行ってきたんですけど、まあね、まあ、今回、まあ、その、もちろん時間的なこともね、やっぱり平日に更新しなきゃいけないってこともあって、あったんですけども、まあ、どちらかというとね、それより以上に、まあ、視力の問題がね、大丈夫かなっていうのが、むちゃくちゃ心配だったんですけど、まあ、なんとかね、問題なく、まあ、クリアすることができたんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、ディアブロを始めてからね、視力どんぐらい変わったのかとかね、まあ、そんな話とかをね、少し、していけたらいいかなと思いますね。まあ、ディアブロ自体はね、まあ、私中学生の頃に初代ディアブロを始めてから、まあ、ずっとやってきてはいるわけなんですけども、まあ、今ほどね、この、チャンネルを始めてからのね、プレイ量を考えると、まあ、そんなにね、言うて、週に数時間プレイするとか、まあ、そのぐらいのレベルだったんで、まあ、そんなことはないか、うん、D2 とかかなりやり込んでたので、まあ、毎日、まあ、数時間という感じだと思うんですけど、なんだろうな。かなり怖かったんですよね。特に、まあ、片眼視力は大丈夫だと思ったんですけど、両眼視力ですね。が、確か 1.0 ないと、まあ、運転免許の更新でできないんで、まあ、マジで、ちょっとこう、最近、まあ、多少ね、目が疲れ目っていう感じはしてたんで、まあ、少し、まあ、なんだろうな、ディアブロ4のメンテナンスもあるということなんで、まあ、一日、まあ、ほぼ、白すらしない日みたいのを作ろうかなと思ったんですが、まあ、見事に失敗して、イモータルはやっちゃったみたいな感じですかね。まあ、結構ね、ガクブルで、行ったんですけど、まあ、なんとかね、クリアできて、やってきたんですけど、なんかね、私、まあ、友人に、まあ、医者がいるんでね、まあ、目が悪くなる原因みたいなことについてさ、前ちょっとこう、雑談がてら聞いたことがあるんですけど、なんだな、意外とこう、あ、これあれですね、妹の試練始まっちゃうんで、これは、まあ、後でいいか。1万ゴールドを貯めるか。まあね。まあ一日外出てたんだけど、結構ね、今日は、まあヒーローコンバイっていう感じではありますけど、まあやっていきましょう。3個かな。なんか怖いね。ちょっとこう、つかも貯めていかないといけないと思うんで。で、そうですね。商店の広間というか、この像を見といた方がいいかな。名誉の壁も見てない。はい。まあ、なんだろうな。ハクスラーそのものを、あ、で、まあ友人からね、まあちょっといろいろアドバイスをいただいたんですけども、なんだろうな。目の疲労っていう意味で言うと、やっぱり長い時間ね、モニターを見てるっていうのは良くないことなんだけど、なんていうのかな。まあ、適切な休養を取ってあげることでね、目の疲労っていうのは回復してくれるようになってるんで、まあ、特に最近だとさ、まあ、一日中、パソコンの前で仕事してる人っていうのは普通にいるわけなんでね。なので、まあ、それそのものがなんか実は、まあ、近眼の原因になったりとかね。そういうことはないんですけども、まあ、一番やばいのがですね、まあ、私も結構寝落ちするときやっちゃいがちなんですけど、iPhone とかね、まあ、携帯電話で、夜ね、暗い状態で、まあ、
動画を見たりとかねしてるっていうのが結構その視力に影響を及ぼすね、部分が大きいらしいので、まあそういう意味で言うと、まあイモータルね、真っ暗な中でやられている方がいるかどうかわからないですけど、そういうのはちょっと危ないらしいですね。なので、なんかどっちかっていうと暗い中で、その、なんていうのかな。暗い中で、光ったものをね、まあ光ったものの中にある小さいものをね、見続けるとか、まあそういうことをやるとやっぱ視力低下に、繋がっちゃうらしいんでね。なので、まあなんかそれも話を聞いてからね、なるべくこうなんていうかな、寝る前に、動画を見てから寝るっていう感じにしてて、まあなんかついついねこう寝っ転がりながらさ、なんか配信とか見てでそのまま寝落ちするみたいなこと私もやっちゃってたんだけど、まあその友人のねアドバイスを受けてからは、なんていうかな、まあ寝ながらの方がねやっぱりぶっちゃけ見やすいっていうのもあるんだけど、まあそういうことはちょっと控えるように少しね、してるんですけど、まあ難しいよね。とは言っても、まあ本当にやめられてますかっていうと何とも言えないところがあるので、まあ視力の問題ってね、まあなんていうかさ、まあ、視力が下がることというよりは、なんかその結果としてなんか白スラやるのが、なんていうのかな。に苦労を感じるとか、まあ、そんな感じになっちゃうのは嫌だなとは思っていて。まあ、どうもなんていうのかな、白スラってこう、一画面にさ、いろんな要素を、まあ、詰め込むから、まあ、今は結構こう、イモタルの画面ね、皆さん見ていただいてますけど、とかはまあ、比較的文字大きめなんですけど、今左下にね、出してるこう、チャット欄とかって結構ね、字ちっちゃかったりとか、あとそうだね、ここら辺のなんかキーの、表示とか、あとこういう説明書きのあたりなんかはね、かなり字がちっちゃかったりするんで、まあそういう意味で言うとね、なんていうのかな。まあ、白スラゲーってさ、むちゃくちゃ字がちっちゃいものが多かったりするんで、まあディアブロ4はね、かなりそのアクシビリティの部分にもさ、力を入れてくれてて、まあ拡大機能とかもあるんだけど、まあそれでもちょっとちっちゃめかなとは思いますが、まあ私が知ってる白さんの中で超絶字がちっちゃいということでは、あれですね、新年にやっていたソーンマーサーっていう 2D の、白さんあって、まあなんていうのかな、 2D でちょっと可愛いキャラクターを、操りながら、それにもかかわらず、ちゃんとしたね、白空の堀が体験できるっていうむちゃくちゃ楽しいゲームなんですが、まあ唯一欠点はですね、日本語翻訳されてないというところもあるんですけども、まあそれ以上にですね、むちゃくちゃ字がちっちゃいですよね。もうステータスなんてほぼ潰れちゃって見れないぐらいの感じになっちゃってて、なのでね、まあ動画撮るときも結構苦労してはいたんですが、なんだろうな。やっぱりフォントの拡大機能ってさ、絶対白空には必要な機能だと思うんだよね。ディアブロイモータルも一応これ今、中ぐらいのサイズ、中ぐらいじゃないね、これ。普通のサイズになってるんですけど、ここから一段階上のね、大きさに、変えることができるんで。なので、まあその機能を使ってるっていうね、まあフレンドさんなんかもいらっしゃったりとかするんで、いいのかなとは思いますけども。まあね、年を追ってくればそのうち、なんていうか、老眼の問題とかも出てくると思うんで。なんだろうね。まだそういうことはないけど、どっちかというと近眼の方が深刻、ではありますが、ちょっとね、今日は、免許、っていうか、免許試験場ってあれお金払うじゃないですか。だから、もしあそこで お金払って、すべてお金を払った後で、視力検査失敗しちゃったら、あのお金ってどうなんのかなってすごい気になりましたね。なんだろう。視力検査のもう試験っちゃ試験だから、もしかしてそのまま3000円没収されちゃうのかなって感じですかね。一応ね、今回ゴールド免許でね、なんとか終えることができましたんで、なんだろうね、20代の頃は、まあ、なんていうの、運転量に比例してさ、有料運転者って決まってくるよね。私まあ、車持ってた20代の、頃とか、車にも持ってて、で、なおかつ、まあ、毎日のように車乗ってた、頃なんかは、
まあなんか頑張ってもなんかね、有料、まあ一般運転者だよね、にしかなれないっていう感じだったんですよね。なんか軽微な違反、まあなんていうのかな、速度超過とかさ、まあ駐禁取られちゃったりとか、そんな感じでね、なんか絶対になんていうか、有料ゴールド免許をたどり着けないんだろうなと思ってた時期もありましたけど、最近ここ2、3回かな、30多分中盤からの、免許更新はずっとね有料免許なんですけど、まあ単純にねそれは車バイクにあまり乗ってないからなんですよね。私はまあ車とあと、バイクの二輪の免許ね、持ってるんですけど、まあそもそも乗らなくなったっていうところがさ、あって、だからまあそれは寂しいよね。なんていうか乗らないがゆえに有料運転者ってさ、まあこれあるあるだとは思うんだけど、なんていうかな、まあペーパーまではいかないんですよね。結構旅先とかでやっぱり、運転が必要になったりとか、あとまあ親がね、買い物行くときとかに、まあそんなまだ運転できなくなる年ではないけど、やっぱりちょっと疲れちゃうんで、まあ帰り私が運転をね、代行したりとか、まあそういうことをやったりとかもしますので、なんていうのかな、まあ日頃まあ月1回ぐらいはね乗ってはいるんだけど、まあやっぱり毎日乗ってる状態でさ、ゴールド免許維持するのと、まあ月1でさ、車乗る人の、まあ違反率ってことで考えたら、まあ当然ながらなんていうのかな、取られる機会が少ない分、まあゴールド免許を維持しやすいっていうところもあるのかなと思っていて、まあ多少なんかほら保険料とかそういうところも変わるらしいんだけど、まあ20代の頃は一回も、青色の免許だっけ以外は、もらったことないという人間だったんで、もうこれ一生俺ゴールド免許なんてもらえる日来ないんじゃないかなとは思ったんで、まあ、そこはね最近、悲しい現実ではあるけど、まあ乗らなく単純に乗らなくなったっていう悲しい現実はあるんだけど、まあなんていうのかな、楽でいいよね。まあ一般受講者もそんなに手間はかからないんだけど、少し受講の時間が長かったりとか、あと確か即日発行じゃないんじゃないかなとは思ってたんで、まあそういうのとかもあるんでね。わかんないけどね。なんか、うろ覚えでそれ話すのもあれなんだけどさ。難しいところだなと思いましたね。はい。さあ。で、行きましょう。なんだかんだでも7時過ぎちゃったので、先に雑談会からね、スタートしていこうかなと思うんですけど。まあ、私、なんだろうな、基本時間あるときっていうか、まあ、仕事やってる時も、まあ、私はまあ基本、ワードメインの人間なんで、まあひたすらワードと、あと、まあなんていうかな、ウェブの辞典とか、ウェブの辞典つってもあれですけどね、ラテン語辞典とかそういうのとにらめっこしてるような生活なんで、なんかね、両極端ではあるけど、やっぱり、なんだろうな、白スラの方がこう、色味がかかってるだけに、まあ目の刺激に悪いのかなと思ってたんですけど、まあどうやら、まあ私の友人曰く、それよりもどっちかっていうとこう、暗闇の中でね、光ってる画面を見続けるとか、まあしかもちっちゃい画面ね、を見続けるというのが一番良くないらしいので、なので、まあ私もね、携帯で、まあついつい動画見ちゃうんだけど、まあ、それはちょっと控えていかなきゃなという気分になりましたね。いやまあね、やっぱり白スラ長く続けたいから、まあ視力に関してはね、まあ頑張って維持していきたいなと思いますけども、あとまあ意外とそのさ、視力が戻るトレーニングっていうの、まあ別にレーシックとかそういうのじゃなくて、なんか目の筋肉を少し鍛えるとかさ。まあ、そう、ああいうのって意外と、なんかちゃんと、効果があるらしくて。まあ、多少なんだけどね。すごく目が悪い人にとっては、意外とね、0.、
0.01 ぐらいは、0.0 いくつの人が、0.1 ぐらいまでに戻すっていうのは意外とね、できちゃったりするらしいので。もう私もたまに、まあその、なんていうのかな、いかがわしいやつじゃなくて、しっかりしたね、まあ、目の筋肉のトレーニングみたいなやつ、やってみたりとかしてるんですけど、あれはね、意外と、うん、なんかちゃんと効果があるらしいので、うん、まあ、なんかそんなこともやりながらね、まあ長くね、そう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 。目が悪くなることそのものは別に、の動画ね、高くなったりとか、そうそう。進むと、まあ私もそうなんですけど、なんか、度が進むとですね、メガネの値段がむちゃくちゃ高くなるんですよね。まあ私なんかも完全にそうなんだけども、メガネそのものの値段っていうのかな。そんなに度が進んでない人は、店舗にあるさ、ね、規定のこう、レンズでさ、足りるんだけど、度が進んでる人は、なんかもう、お店にレンズがないので、特注になりますので、後で、来てください、みたいな感じになっちゃって、メガネ作るのにも時間がかかるし、なおかつ、まあ、値段もね、まあ、プラス、1万円とか、2万円とかするっていう感じなんで、そういう意味でもね、うん、目が悪いっていうのは損をすることが多いなと思うんですが、うん、まあ私、まあ仕事柄、まあ本はたくさん読むんで、まあ、そういう意味でもね、まあちょっと視力維持というかさ、うん、まあこれ以上悪くならないようにやっていきたいなというところはあるんですけど、まあなんだろうな、まあ皆さんもなんか視力改善のためにやっていることとかね。あと、日頃のね、まあ、工夫みたいなのありましたらね、ぜひコメント欄に残していただけたらな、という感じですね。まあ、でもな、まあ、なんだかんだこう、ハクスラってこう、小さな、まあ、そうだね、イモータルの携帯版って結構ちっちゃいからね、字がね。まあ、なんだろうな。できればタブレットでやりたいぐらいの感じだね。まあ、ちょっと iPhone の画面で、私はやってたんですけど、うわ、かなりちっちゃいな、という感じがしてて。まあ、結局、なんていうのかな。私の場合は、なんていうか、PC 側にね、スクリーンを映して、まあ、配信なんかはやってたんで、なんかね、結局、もうイモータルはね、最近は、全然、一応携帯の方にも入れてはあるんだけど、まあ、ほぼやらないかなって感じですかね。どうしても PC 版がうまく動かなかったりとかね。まあ、そういう時にちょっと入ろうかなとは思うんですけども。なんか、なんかね、頻繁にアップデートちゃんと当ててないので、結構それでね、ダウンロード時間かかっちゃうってところもあってね。あれですけどね。なんか、イモータルなんか最近凄まじい、インストール容量になってきたんで、なんかこうソフトウェア的な工夫でね、もうちょっとね、アップル、なんだろう、全体容量ね、減らしてくれたらいいかなという感じがしますね。まあ前回の大型アップデートの時に、まあなんか、途中で不具合が見つかって結構10ギガぐらいね、大きなファイルを当てるというような処理をしたんで、それでまあ、膨れ上がってるんだとは思うんですが、まあ内部的に、まあもうちょっとこう、プログラムを最適化してもらって、後からまあちょっとこう、削減みたいなことをね、やってくれないとちょっときついかなというふうに感じているところですね。なかなかそこもね、大変だと思うんだけど。まあ、そうそうそう。長くハクスラを、快適な環境で楽しむために、視力改善に取り組むっていうのはね、なんか皮肉な感じはしますけど、まあ、結局そうなんだもんね、本音とし言ったら、なんか字ちっちゃくなっちゃって見づらくなるの嫌だから、ハクスラやめようっていうのも変な話だから、まあ長時間やってもちゃんとこう、目を休めるようなね、習慣を取るとか、まあ、やっぱり徹夜でやるとかね、そういうのもね、あまりよろしくはないと言われましたので。まあそこはね、なんとも言えないですね。なんかついついこう時間がさ、
ない中でやってるとできる時に回すみたいな感じになっちゃって、12時間配信とかね、もうやってましたけど、まあでも今年はちょっとね、まあディアブロ4、少しシーズン、4が、落ち着いたあたりから、まあ少しね、投稿の頻度、緩やかにしていこうかなと思ってますので、まあとは言ってもなんだろうな、やっぱハクスラ大好きなんで、何かしらやっていくとは思うんだけど、まあなんか毎日一本はね、皆さんの役に立ちそうな動画っていうのを一本上げられるようにしたいなと思ってますので、ぜひ、まあ解説動画なんかも楽しみに、していただけたらなと思ってます。はい、ということでこれで イモータルのこれね、アクティビティか、ウィークリー目標4、これですね、デイリーダンジョン報酬クエストエンチャントダストですね。まあここら辺はできるんじゃないかな。はい、ということでね、まあ今日もちょっとディアブロイモータルの方、まあちょっとずつですが進めていきたいなと思ってます。はい、まあ、ディアブロ4の方もね、ちょっとこう、まあ、基本スキル、まあ、召喚ネクロマンサーだと基本スキルのビルドは、少しね、解説動画も含めて上げさせていただいたんですけど、まあ、他のビルドなんかもね、ちょっと、ちょいちょい、興味のあるものから作り始めてますので、まあ、そこら辺の動画も、まあ、随時ね、上げていければと思ってますので、そちらもよろしくお願いします。よいしょ。これで、そうですね。そう、バトルパスもね、入れ替わっちゃうんで、せっかくだったらね、バトルパスも買おうかなとは思ってるんですけど。なんか最近あれなんですよね。なんか、別に飽きてきてるわけじゃないんだけど、ついついこう、でもこれいいかもな。買おうかな、やっぱり。800円なんでね。まあちょっとね、間に合うように、頑張ってみようかなと思ってます。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。